今年度の芸術選賞の文部科学大臣賞に選ばれたのは、シンガーソングライターの竹内まりやさんや、落語家の昭福亭鶴部さん、漫画家の荒木博彦さんら19人です。2018年にデビュー40周年を迎えた竹内まりやさんは、去年上映されたライブドキュメンタリー映画を評価されての受賞となり、音楽に寄せる自身の素直な思いを消失できたように感じております。 心より感謝申し上げますすとコメントしていますまた新人賞には俳優の蒼井優さん、シンガーソングライターの宇多田,田光さん、TBS ドラマ、アンナチュラルの脚本家の野木晃子さんら11人が選ばれ大臣賞の受賞者には30万円、新人賞の受賞者には20万円が贈られました。